こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は海外発送、梱包の注意点ということでね、海外発送は投げて運ぶのが当たり前。特に船便は濡れることがあるのを想定して梱包しましょうというお話です。海外、特にね、中国なんかから買うものは、よくこういうふうに、段ボールがね、ビニールテープでぐるぐる巻きになって届くんですけど、これね、船便の時も、同じように、段ボール、紙の面がないようにぐるぐる巻きにして梱包してください。使うものはね、こういう透明なガムテープ、が、入手しやすくて強度もあるんでおすすめです。このね、何使えばいいんだかわかんないって方は、とりあえずこの 3M のスコッチガムテープ、これ非常にね、使いやすくて強度もいいんで、これおすすめします。で、なんでこれ必要かってことなんですけど、やっぱりね、船便だと、雨ざらしになる可能性が高いです。例えば荷物をね、野ざらしになって雨が降ってると、日本の感覚だと濡れちゃ大変だというふうにね、思って、早く雨が濡れないところに、持ってったり、濡れない場所に、荷さばきやったりしますけど、普通に港で作業しててね、そういう場所がないと。野ざらしで雨が降った時は濡れるのしゃあないと。で、濡れてる状態でね、休憩に入っちゃったりするのも当たり前というのがね、普通にありますんで、海岸発送の時はもうね、水に濡れると、雨ざらしになるという可能性が高いと思って梱包してください。あと、そもそも船便ってね、重いもの、重いものの代表例といえばやっぱ液体なんでね、液体なんかを運ぶのに使われることが多いんで、同じコンテナの中でね、他人の荷物の液体瓶とかね、あるいは、なんかキャップの蓋が開いて漏れて、他の荷物も濡れちゃうというようなことも、割と起こります。そうなった時でもね、荷物が全滅しないように、濡れても大丈夫な梱包をしてください。梱包、これでいいんでしょうかとか、使うもこれでいいですか、そういう、疑問があれば、また、ご相談、ご報告をお待ちしてます。何しろ、船便は厳重に梱包して発送準備をしてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。